This creative world is the world of music. Today's guest is a very talented percussionist who's been quite active all over the world. After she graduated from the Berklee College of Music, she's been performing in many countries, including the UK as well as the US and Canada. She's even performed with such Grammy-winning artists as Angelique Kidjo and Macy Gray, just to name a few. Please welcome Noriko Terada. こんにちは、のりこさん。今日はよろしくお願いします。早速インタビューさせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。いやいっぱいありますけども、囲まれちゃってますけども、これ全部パーカッション。そうなんです、これ全部パーカッションなんですよ。ちょっとパパパってやっていただいていいですか。おお、音もすごいクリアで響きますね、やっぱりね。そうですね。すごいな。結構うるさいですよね。まあまあ、このお家もね、しっかりそういうお家でやられてるっていう。これ全部パーカッションなんですけども、世界にこの世界に入ろうと思ったきっかけってそもそも何だったんですか？そうですね。小さい頃から3歳の時にピアノを始めて、なんですけれども、ピアノって一つの楽器ですよね。で、座って演奏してるだけなので、なんかちょっとつまんないなって言ったらちょっと言い過ぎですけれども、と思ってたので、で、中学1年生の時に初めて、パーカッション演奏を見て、オーマイガーと思って、そうですね、それ以降ずっともうその時にあ、これだと思って、そこからずっともう休む間もなくずっと。そうですね。気がついたら本当にいつも大好きなものを見てるたびに、これグルーヴとかノリがすごいなって思って、で、それを追求しているうちにいつの間にか今ここにいる感じですね。じゃあもう例えばいろんな生徒さんとかでプロの方でたまに聞くのは、なんか好きなんだけど、やっぱりやめたい時期もあったとか、そういうのはなかったんですかね。ありますね。大嫌いになった時も一回あります。ありました。はい。そこからどう克服というか、なんかマインドを変えたんですか？もう本当にその時に自分がやっていて、正しいことじゃなくて楽しい、自分は本当楽しいからやってるんだってことを本当にもう一回考えて、それ以降また自分が楽しいことを楽しむという楽しむってことで、やってます。素晴らしいです。今まではどのような活動をされてこられたんですか？そうですね、世界中のツアー、オーストラリアのタップドックスっていうグループで、タップダンスと一緒に演奏したりして。お、タップダンスと。そうですね。で、いろんな国回ったり、あとはビデオゲームの、レコーディングですね、ファイナルファンタジーとか。すごい大きいゲームじゃないですか。すごい楽しかったですね。なるほどね。それはこちらのアメリカの方でレコーディングされたんですか？レコーディングは日本とあとボストンと両方ですね。ボストンで、はい、はあ、ちなみにこの業界の魅力っていうのは、のりこさんにとってですけど、はい、業界の魅力、そうですね、音楽家っていうのは、やっぱり皆さんと一緒に音楽を通していろんな人に会っていったり、いろんな出会いがあったり、そういうことすべてになるので、アンサンブルですよね。なるほどね。それが魅力かと思います。ちなみにずっといろんな経験されて、いろんな素晴らしいアーティストの方々も、ね、共演されているわけですけども、はい、成功する秘訣は何でしょう？成功する秘訣はやっぱり自分が好きっていうことを忘れないで、人それぞれやっぱユニークさってあると思うんですけれども、自分だけが感じられる、例えば私にとってはもうノリが全てだったので、そういう何か自分にとって一番響くものを探せたらいいのかなって。逆に言うと、やっぱそれって人それぞれ違う、特にアーティストさんたちって個性が強いじゃないですか、そこでぶつかってなんかちょっと厳しい思いをしたなとか、難しい経験をしたなっていうところもあるんですか？そうです、業界の中でですけど。そうですね、やっぱり皆さんみんな自分のこういうのが ね、自分のものっていうのもあると思うので、これが俺だみたいなのがやっぱりある方々が多いと思うんですけど、そうですね、私の場合はと好きでいるっていうのも大切なんですけれども、自然体っていうのもちょっと大切で、なので自分
他の方がみんなこう言ってたら、なんかそれをちょっとある意味で受け取るというか、なるほど、ね、っていう感じで別にファイトしないっていう感じですかね。なるほど、なるほど。まあ難しい時期もやっと世界的にみんなで乗り越えてきてるわけなんですが、今後の活動予定を教えてください。はい、そうですね、基本的には YouTube とかを、中心に、はい、今まではやっぱライブ活動とかが中心だったんですけれども、そうですね、これからはピアノもやってたことですし、クリエーションっていうところ、はい、作曲とかビート、パーカッションを使ったビートのアレンジメントとか、うんうん、ビートを作ることとか、そういった作る側にちょっと、はい、やっていきたいなと思っています。なるほど、なるほど、なるほど。そして最後に、はい、番組定番質問というのがありまして、はい、この番組のタイトルがクリエイティブワールドというんですが、はい、ズバリのりこさんにとってクリエイティブとは何でしょうか。私にとってのクリエイティブとは、はい、楽しむということと自然体でいるっていうことです。なるほど。どういう意味でしょうか、ね、どういうことをもっと念頭に置いてこの言葉に込められているんでしょうか。そうですね、楽しむっていうことはやっぱ自分の一番心の中に響くもの、うん、それを忘れないようにして、そのモーメントを楽しむっていう、まあ、音楽家ですので、うん、ドラマでもありますので、その瞬間を楽しんでやるっていうことと、あと自然体でいるっていうのは無理しない無理しない、これ私っていう、そうなんですよ、はい、っていう感じですかね。でもクリエイティブにどんどん自分の思うようにものを作って、はいはい、そうですね、演奏してコラボレーションを楽しんでいくと。そうですね。なるほど、なるほど。っていう感じでやっていきたいなと思ってます。本日のゲストは世界的に活躍するパーカッショニスト寺田のりこさんでした。のりこさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ちなみになんですけど、この後スタッフ一同からちょっとお願いがありまして、はいはい、よかったらパフォーマンスをちょっとだけ見せていただけますか。喜んで、はい、いいですか。ぜひぜひ。ありがとうございます。じゃあ早速いきましょう。はい、お願いします。行きましょう。お願いします。さあ、やってまいりました。はい、いやいやいや、増えてるっていうね。そうですね、さらに多くなってますけども、いっぱいありますよね。普段はこれを駆使して全部駆使して演奏されてるわけなんですが、はい、今日はその一部を使ってパフォーマンスを見せていただくということで。はい、いいですか。そうですね、はい、ちょっとこの中から使って演奏したいと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こうやって乗っちゃってたんですけど素晴らしいです。いや、スタッフもみんなね、こうやってノリノリ聞いてたわけですけども、はい、すごいですよね。いろんな楽器を使って置いたり、こっちに行ってこっちに行ってリズムも変えて、うんうんうん、でも痛くないんですか。めちゃくちゃなんか痛いです、ね、やっぱ練習、でも、はい、慣れちゃいますよ。慣れちゃいますか、はいはい、いや、すごいな。すごく見てて楽しそう、まあ、難しい、もちろんプロですし難しいのは分かるんですけども、ちょっと楽しそうだなって思っちゃいまして、もしよかったら初心者の僕でも、はい、参加させていただいて、なんか一緒にさせていただくことは可能ですか。とっても簡単にできると思うので、皆さんでスタッフもいいですか。よかったらぜひやりませんか。ぜひぜひ。そしたら皆さん寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、いらっしゃい。じゃあ皆さんやりましょう。やりましょう。
Some say there's no need to reinvent the wheel. Sure, unless you can make it better. All tires aren't created equal. The Nitto Ridge Grappler. Spiral wound construction enables our truck tires to be aggressive and ride incredibly smooth. Our tread and sidewall designs deliver off-road performance for even the most demanding terrain. While computer-simulated tread design delivers a quiet and comfortable ride on the highway, the Ridge Grappler goes beyond expectations. Nitto Tire, fueled by enthusiasts.